装甲機兵ボトムズペールゼンファイルズはテレビアニメ装甲機兵ボトムズの前日単にあたるアニメーション作品 OVA 全12話また劇場版が2009年1月17日に公開された高橋良介が装甲機兵ボトムズ各駅たる異端から12年ぶりに監督する装甲機兵ボトムズシリーズの作品 OVA 装甲機兵ボトムズレッドショルダードキュメント野望のルーツとテレビ本編第1話との間のエピソードとなる。アーマードトルーパーなどのメカニックは 3DCG で描かれており、戦闘シーンは CG のメカ背景に手書きの炎や爆発などのエフェクトが加えられた演出となっている。高橋と大河原国夫はかつて対談で 3DCG でメカを作って、 人物をアニメーターが描くって形で見たい、すごい数のスコープドッグを 3DCG で見てみたいと述べていたが、本作においてそれが実現した形となった。ジャズアレンジを、おもとした、独特の曲風で、ボトムズの作品世界を支えていた、犬勇気はすでに死去しており、ゆえに今回楽曲を新たに提供していない。音響監督は引き続き浦上康夫であるが、 音響効果は、松田明彦から正治正宏に交代、AT のローラーダッシュの一部、ターレットレンズの作動音以外の効果音は、音源がほぼ総入れ替えとなった。また、主人公であるキリコのセリフもテレビ作品より、大幅に減少しており、各話の前後などに挿入されるモノローグ以外、周囲の人間や物語を牽引するような意味ある、言葉をほとんど発しない。 オープニングでも姿を見せるのはラストの1カットのみとなっている。ペールゼンファイルズの制作状況や本作後のボトムズなどを制作に指摘に高橋良介が小説にした新小説ボトムズ1分の1を日経トレンディネットで連載している。また第一巻の約1ヶ月後に発売されたプレイステーション二ゲームソフト総工騎兵ボトムズでは 本作第1話のトカ作戦を舞台としたミッションが収録されたほか、本作版、スコープドッグも使用できるようになっている。アストラギウス五読み7113年、ギルガメスとバララントによる百年戦争も終結の気配を見せていた。第3次三査攻防戦がギルガメス軍の勝利で終結し、両陣営の間では和平の道が模索されていた。 その頃、レッドショルダー部隊を除隊したキリコ QBE は、惑星、ロームスでの、タイバスとか作戦に従軍していた。60万以上の大兵力を用いた、史上最大規模のとか作戦だが、キリコが配属された部隊は、最も過酷な戦場に送り込まれた。一方、レッドショルダー部隊司令のヨランペールゼンは、軍事法廷の被告席に座っていた。 検察官の土豪まじりの質問に終始無言を貫くペールゼン。その二人を一人の男が見つめていた。その男、メルキア情報省次官、フェドク・ウォッカムは突如軍事法廷に介入し、ペールゼンを救い出す。ウォッカムの目的は、ペールゼンの残した機密文書ペールゼンファイル、およびそこに記載された五人の兵士たちであった。経歴や人格などほぼべてにおいて、 共通点がない彼らだったが、唯一、戦場における、生存率の高さだけが共通していた。そこに着目したウォッカムは彼らこそが、かねてより、ペールゼンが追い求めていた、異能生存体、つまり、不死の兵士ではないかと睨んだのである。ウォッカムは彼らの能力が本物かどうかを確かめ、間もなく到来する戦争集結後へ向けた、出世の足がかりとすべく動き出す。 そして、彼の手により、最前線である惑星、ガレアで M7 前線基地に集められた、キリコたち5人は、過酷な戦地に次々と送り込まれることとなる。OVA を再構成して、新規部分を追加した、ペールゼンファイルズ劇場版が、2009年1月17日に、劇場公開された。テーマ曲には、鉄のララバイと TV シリーズのオープニングテーマで、この作品のために新録音された、鉄の名義で、小田鉄郎が歌う、炎の定めが使用された。オープニングでは、3DCG アニメでモブシーンの制作に多用される、キャラクター画像を貼り付けた平面を大量に並べる、手法を逆手に取った演出がなされている。グレートメカニックス16双葉車級、ローラーダッシュ効果音は、 1> 第1話の戦闘シーンで使われた以外には、ファッティ地上型など違う機種で使用。ターレットレインズサドーンは、t b シリーズ第10話、レッドショルダーなどで使用されたもの。とか作戦機は一見すると、ノーマル機と同じだが、ふくらはぎのスリット部分が埋まっていることと、グライディングホイールがキャタピラ状になっている違いがある。劇場版のエンディングでの描写。サンライズ。 ボトムズウェブペールゼンファイルズ劇場版キャラクター。2014年12月14日閲覧。劇場版の公式 HP では、戦闘では飛び抜けて、無能とまで書かれている。その際、ルスケが被っていた、情報章の聖望が風で吹き飛ばされるが、ルスケはそれを全く気に留めないという、彼の心変わりを暗示する描写がある。第10話のペールゼン曰く、 単なる近似値に過ぎないとのこと。このことは、モナドの戦い以前から言及していたが、ウォッカムは近似値で十分と返している。劇場版では、M7 基地での一件がカットされ、ダウンバーストの原因は長年にわたる戦闘による、大気の化学変化により発生したガスが、極地の太陽光を遮ったためとされている。エンディングクレジットでの表記。戦闘終結時には、 キリコと、奈良屋以外にも2名の兵士が負傷しつつも生存、回収されたが、ルスケが長くはないと語っている。後に、ワップがキリコに対し、タイバスのトカ作戦でたった一人生き残ったと語っており、結果的に生き延びたのはキリコのみとなる。個人であるため本作品の制作には関与していないが、テレビシリーズの BGM が使われているためクレジットされている。 ありがとうございます。